今回は1930年代に開発採用された大日本帝国陸軍の機関銃である97式車載重機関銃を紹介します。開発の背景と正式採用まで。この機関銃の開発以前は帝国陸軍では戦車、装甲車に搭載する消火器として11年式軽機関銃を車載用に改良した旧1式車載軽機関銃が開発使用されていました。しかしこの銃は不具合が多いのと口径 6.5 ミリでは威力不足であったため改善が求められていました。これらの問題を解決するため研究が進められました。開発は1931年昭和6年7月から始まりました。3年式機関銃を元にした最初の試作品は1934年昭和9年3月改良された第二次試作品は同年11月に完成しました。ところが問題が起きました。部隊における実用試験が不評だったのです。そこで第3次試作品として主製 B 号軽機関銃を改造した車載型5号が製作されました。これは中国大陸で露獲されたチェコスロバキア製の ZB26 軽機関銃を原型としたものでした。そして89式旋回機関銃を元にした車載型オツ号との比較試験の結果5号が有望とされ改良された第4次試作品が1937年昭和12年の7月に完成しました。これで晴れて正式採用とはなりませんでした。箱型弾倉に歩兵部隊向けである92式重機関銃の使用弾薬で半機炎式であった92式ジッポーを用いると作動不良が発生しやすかったのです。そこで試作されていた新規格の無機炎式薬莢を用いたところ快調に作動しました。そうして1937年11月には97式車載重機関銃として仮正式制定、翌1938年昭和13年2月に正式採用されました。合わせて無機炎式薬莢を用いた新型弾薬も97式ジッポーとして正式制定されています。機関銃の構造。次に本機関銃の構造について説明します。発射機構。発射機構はガス利用式でした。ガス圧の調整は機能調整の主体をなすもので、これが強すぎると銃が振動し命中精度が悪くなります。そのためガス圧は射撃に故障を生じない限り小さくされました。また本銃には銃身とガスチューブの周りを覆う着脱可能な防弾器が取り付けられています。銃床について。11年式軽機関銃と同様に銃床は銃の右側へオフセットされています。また狭い車内で扱いやすいよう短くされ、前後長さを微調整できる仕組みが設けられていました。そして基部を軸にして前方へ180度回転し、車内スペースをさらに節減することができ、銃床を前方へ向けた状態でも射撃は可能でした。装備の形状には2種類あり、高上端が面取りされているのが前期型、尖っているのが後期型という違いがありました。ターゲットスコープ。ターゲットスコープであるメガネは閉射・降射兼用の単眼直接照準メガネで、富岡工学製のものです。これは航空機関銃用 OG 照準メガネを改良して曇らない優秀なメガネで、倍率 1.5 倍、視界は30度でした。車種から見て銃の左上に配置され、接眼部には反動や車体の揺れから目を守るために厚いゴム製の緩衝管が付けられていました。車種から見て銃の右上には照星と照門が配置され、照準メガネの破損時や車外射撃の際に用いられました。弾倉。球弾には20発入りの箱型弾倉を使用し、銃の真上から装着されました。この方式は一部で狭い車内での弾倉交換は不便だとの批判がありましたが、最後まで変更されませんでした。本銃の弾薬には普通ジッポー、助動ジッポー、鉄鋼ジッポー、栄光ジッポー、小位ジッポー及び空砲があります。これらのジッポーは昭和13年1月に
97式として仮正式となりましたが、昭和15年3月に92式重機関銃との弾薬統制のため、92式重機関銃の弾薬を無期限薬莢に改め、両者の弾薬を共通とし、名称を92式に統一することになりました。鉄鋼ジッポンは、弾身の重要鋼に鋼銅飛鋼をかぶせたもので、重量は 10.5g ありました。これに対して、普通ジッポンの弾身は鋼円で、重量は 13.2g と、やや重いものでした。車載機関銃は、発射間の照準線の保持が困難で、1回に発射する弾数を多くすると、終わりに近い弾は、著しく散布する特徴がありました。そのため、発射弾数を少なくし、電車の間隔を短くして、命中精度を上げることが重要でした。以上を考慮して、1点、射の弾数は、3から5発を標準としていました。本銃の連続射撃上限限度は約300発で、手入れを行わずに射撃を継続できる限度は約1500発とされています。重心。重心交換は重心結合方式で、92式重機関銃に比べて、重心の分解が容易で交換しやすいという特徴がありました。弾倉を抜いた際に挿入口を塞ぐため、手動で開閉できる保護カバーが設けられています。車内にて射撃する際には、空薬莢が車内に散乱することを防止するために、銃の下側に内柄受けと呼ばれる袋が装着されました。重心の交換方法は、ベースとなった ZB26 と同様ですが、銃の左側面に照準メガネが置かれています。そのため、重心を回転させるレバーは、ZB26 の左側面から右側面へ変更された。これに伴い、重心を取り外す際の車種から見た回転方向も、ZB26 が時計回りなのに対して反時計回りとなっています。ガス圧の調整を行う規制紙は、ZB26 の重心先端付近からガスチューブ先端へ移されました。弾丸を薬室に送るときに使用するレバーである交換は、ZB26 の右側面から左側面へ変更され、11年式軽機のものに似た板状の手掛けを備えていました。2脚。本銃を装備した車両には、交換用の予備重心、副座バネ、整備用具を収めた箱、2脚が塞まれていました。2脚は、車体、砲塔より外した本銃を、軽機関銃として地上戦闘で使用する際に装着しました。また、砲塔上部に、高射機関銃か対空機関銃かがある場合、本銃を銃架に乗せて対空、対地射撃を行うことができました。実戦での活躍。本銃は、1930年代後期以降の帝国陸軍主力車載機関銃として、主力新鋭機構兵器である9号式軽戦車、ハゴ、97式中戦車、チハ、97式軽装甲車、テキなどに搭載され、日中戦争から太平洋戦争終戦時に至るまで使用されました。性能は92式重機関銃と同等で、以後、各戦車に搭載され、終戦まで最も代表的な車載火器でした。また、大戦後期に開発された3式中、戦車、チヌ、4式中、戦車、チト、5式中戦車、チリ、及び、姿勢新砲戦車、コウ、ホリなども、本銃を搭載ないし搭載予定でした。量産は、名古屋陸軍造兵廠で行われ、1944年、昭和19年までに約1万8000丁が生産されました。本銃の後継として、1939年より、ベルト球弾式の姿勢重機関銃1型、2型が開発、試作、試験されていましたが、実用化前に終戦を迎えました。生産費については、車載用のカバーが付いているためか、6.5mm の96式軽機関銃の 1.8 倍もしたそうです。日本戦車独特の搭載方法。本銃を搭載した戦車には、ある共通点がありました。それは、形式こそ違うものの、どちらも、主砲として、単方針の 57mm 戦車砲を装備していた点。もう一つは、車体前方に向いた機関銃とともに、砲塔後方に、主砲とは、逆向きに機関銃を装備していた点です。現代の戦車と比べると、いびつな感じですよね。前者を車体銃、
後者を砲塔銃と呼びます。第二次世界大戦前の戦車は砲を搭載せず機関銃だけのものも多々ありました。なぜなら状況にもよるものの、敵が強力な戦車や対戦車兵器を持たない場合、敵兵を攻撃するには機関銃の方が連射でき、精密射撃も可能なので効果的だったからです。そのため移動時や歩兵相手の場合は砲塔を回して機関銃のある方を前に向けていました。もともと日本の戦車は味方歩兵を支援するために設計開発されており、戦車砲は貫徹力よりも爆発力の大きな榴弾で敵陣地や野砲、機関銃座を攻撃するものでした。また主砲は弾数も限られるため極力使わない方針でした。当時の移動や訓練時を捉えた写真でも砲塔を回転させ機関銃を前に向けた例がいくつも確認されています。また当時の日本戦車に太平洋戦争後期まで戦車砲と同軸に機関銃を装備したケースはありません。その理由は57ミリ戦車砲の照準、射撃を乗員の片付けで操作していたためです。片付けとは小銃や機関銃のように銃傷がある銃を構える際、肩の付け根の部分にストックをしっかりと当てグラグラしないよう保持することです。初期の日本戦車の場合は機関銃だけでなく戦車砲にも片付け用に銃傷が装備されていました。片付けで構えることで素早い照準、精密な射撃ができる反面、砲火の構造から機関銃の設置ができなくなります。砲塔のサイズが大きくなかったのもその一因と言えるでしょう。そのため戦車砲と機関銃を同軸に装備せず前後に分ける形となったのです。こうして後ろ向きに装備された銃は日本に独特の運用がなされたわけです。とても興味深いですね。ご視聴ありがとうございました。もしよければもう一本この日本の火力の動画をご視聴いただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。